第一種奨学金は無利子。第二種奨学金は有利子。ただし、在学中は無利子。どちらもなんですが、日本学生支援機構の奨学金は、ただでもらえるわけではありません。あくまでお金を借りているだけです。ですから、えー、一種の場合は利子つきません。ただ、借りたお金を返せばいい。二種の方は、これ利子がつきます。在学中は利子はつかない。だから、働き出してから利子はついて、それを返していくと。いうふうに思ってください。 でちょっと細かいんですけども、えー、この奨学金は対応性であって、第2種奨学金の方の利息っていうのは、利率が返還完了まで変わらない固定方式か、5年ごとに見直される利率見直し方式か、まあどちらかから選んでねというふうになっておりますので、えー、この金利も利子もですね、選択ができるというふうに思ってください。一方で、奨学金ではなくて、教育ローンというね、教育ローンを組んで、 えー、学校に行くお金を賄うという方法もあります。えー、日本政策金融公庫が行う教育一般貸し付け。年収制限があります。あの、これ子供の数によって年収上限額き、あの、違うんですけども、あ誰でも借りられるわけではないというのがまず一点。そして、融資限度額は学生1人当たり300万円以内。融資期間は15年以内となっています。300万円15年。このあたり覚えておいてください。 で、教育ローンの使い道なんですけど、別に授業料だけじゃなくて、入学金なんかも対象になりますので、このあたりもしっかり覚えておいてください。